受かるためにはある程度配点を考えて配点に比例した勉強法っていうのはとても重要。予備校おかしいよってことか。おスランプって問題解いても解けなかったりするだけじゃなくてさ、やる気にならないっていうのがあるんだよね。そういうスランプが、そのアドバイスに従って受かったってことだろうか。そう、得意な科目って絶対必要。で始めましたモテチャンネル。さあ今回ですね、再び佐藤幸男先生においでいただきました。先生、何やっていいか分かんないんですけど、どうやったら受かりますか？まあやっぱりたくさん問題解くことじゃない？え、こんないっぱい問題集あるんですけど、どこから解くんですか？過去問、過去問。過去問？赤本、赤本。赤本、どの大学解けばいいんですか？いやいや、受けるとこ、受けるところ。え、同じの出るんですか、英語とか、うん、やったら。まあ出るかもしれないし、似たようなの出るかもしれないし。それ受かりますか？いい点取れてる感じ。生徒ってこういうもんなんです。そうですね。はい、本日見てください。お先生になった。はい。配点から考える追い込み法。おー、英語この時期質問に来る生徒ってなんて来るの？ここができないとかですかね。やっぱね、できないって来るんだ。やっぱ下のクラスになると何やったらいいですかが多いですけど、お僕上しか担当してないんで。あ、そっかそっかそっか。上だとここができないんですけど、何したらいいですか。できないところが分かるのか。そうです、そこがやっぱ違いですね。英語ってまだこれから伸びる？伸びる箇所はありますよ、当然。結構伸びる。僕は頑張ってなりましたけど、はい。あ、そうなんだ。そうそう、僕はそうですから、国語の先生誰もいないので国語はどこまで伸びるんですかっていうのが話題。配点から考える追い込み法。これ国公立の人だと、まあ、正直社会そんなに重要視しないだろうなと思うのね、はい、僕国公立じゃない、はい、で国公立の場合はきちんと取っていく、いっぱい科目があるので、うん、合計でトータルで取れればいいわけじゃん。で、そうなってくると元々の配点は社会が低いから、うん、二次試験に僕みたいに世界史しかないとかとなればもちろん社会はいっぱいやらなきゃいけないけど、うん、ほとんどの大学そうじゃないよね。はい、そうですね、ほとんど、うん、となると社会はやっぱり勉強時間は少なくなるっていう、うん、でも私立の場合は実はそうじゃない、うん、この間も最後の授業で予備校おかしいよって僕言ったの。お、予備校通ってなかったですよ、ね、予備校通ってなくて現役で合格してる。だからあの教え子とかはもう森津もそうだけど、その予備校コーチに憧れてとかっていうのが全く分かんなくて、うん、で他の先生たち話すときにみんな浪人時代のエピソードでしたから。そう、いやでもみんなそうだもん。だって俺分かんない。その中で一人だけトップ講師陣の中で予備校の話出てこないし浪人時代の話出てこない。栃木は6年で来なかったからね高校がまあすごい一生懸命やってくれるから、はい、高校でやるわけさ。でもうちの高校はもう国立しか受けないからあまり私立はいなかったんだけど、はい、こうやって私立を教えるようになって思うのは、私立3教科でしょ。で平均私立の3教科って150100100が多いわけ、はい、平均ね、はい、150100100って言ったらまあ単純に言うと3対2対2なわけじゃん、うん、でも予備校の講座の数とかはい、見てみ、英語とか国語多すぎない？あーそうですね、社会だけ2コマなのになんで英語6コマやってんだよみたいな。うん、そうですね、浪人に並んだ時それを正当化するのは英語は重要だからって言うけど、うん、でも150100100じゃ重要じゃなくないって。ああなるほど。例えば早稲田の人科とか教育だと50-50-50なわけよ、うん、そしたら同配点なわけじゃん。いくら英語できても世界史できないと受からない、うん、っていうのがこれ、配点から考える追い込み。だから国公立の人も同じ考え方でやっていいんですよ。だからそしたら社会の勉強時間は減るので、うん、僕たちの教科は少なくてもいいんです、受かるためにです、うん、でも今からやることっていうのは受かるためにはある程度配点を考えて配点に比例した勉強法っていうのはとても重要なので、よくさっき僕が生徒になって質問した何をやったらいいんですかの前に、どの教科をどのぐらい取ったらいいんですか、うんうんうん、それが先なんだよね。ほうほうほう。そうなった時に、あ、じゃあ配点で考えてみて、例えば150100100っていう風になった場合に、これ英語は150点中、例えば僕は120点取れます、うん、で国語じゃあは70点取れます、でじゃあ世界史は何点ぐらい取ったら合計で合格はどのぐらいになるのっていう、うんうん、この計算をできない子は受からない。なるほど。だから配点考えて勉強するっていうのはこれだけじゃなくて、これでさらに勉強時間も比例ができる、うん、そうすると
ちょっと国語は僕はあんまりよくわからないけれども、おそらく国語よりは社会の方が伸びる。なるほど。あ、違う、ずるいんだよ、国語の先生が。国語の先生が実はギリギリになって、もう最後は社会だから社会やれとか言うのね、うん、それって実の子言うと俺に責任をなすりつけて落ちたら雪世のせいだみたいな感じになるけど、でも実際でもそうなんだよ。だから割と俺らはプレッシャーで、実は2月になると俺は勝手に自分で速報出して、はいはいはい、でいい点取らせようと、世界史と同じものが出るから、うん、何回もなんでやってるのは別に、まあ、生徒は好きだけど、だからやっぱ自分に責任がすごく重くかかってるので、うん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 、英語や国語じゃなくて最後世界史だよって言われるんだもん、だって英語の先生とかに、うん、そう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 、ってなるじゃない、うんうんうんね、となるとその勉強時間も少し社会に持っていかなきゃいけないっていう意味がここにあるんだなと思うんです、うんうん、まあ英語も多少もちろんね、その単語の数を増やすのは絶対必要だし、長文読むのに、だけどそれは実は社会の方がもしかすると今までの勉強時間が少なすぎるので、トータルで1年間考えたらその勉強時間を早くここにぐんと持ってこなきゃいけないので、ここからやるってことになる、うん、なるだと思うっていうのは大切、うん、追い込み、いやもう頑張ってやりましたからね、世界史頼むよ。思い出した質問しに行ったの、こうやって最後、うん、慶応文受けるんですけどって言って、うん、どうしたらいいですかって言って、なんかスランプが来るって言われてた、 あれ、そういう幸男先生でしたっけ、スランプ来る、そう、スランプ来るって言われてたん で僕全然来ないで、センターも過ぎて、うん、あもう来ないんじゃんと思ってたら、慶応文の1週間前に来たんですよ。あ、本当に動けなく何にも、いや、あれなんか脱力感が来る、それよく生徒に聞くもんだから、ずっと聞いてるから必ず言う、そうなんですよ、本当にもうやばくて、その時に中国史の漢字をずっと書いてたんですよ芝園とか帝和この人暗それでやって、そしたらもうバッチリ本番でいけたんです。いやね、あのスランプの時って、スランプって問題解いても解けなかったりするだけじゃなくてさ、はい、やる気にならないっていうのがあるんだよね。そうそうそう、そういうスランプが1月から2月の頭にかけて遅かったことになるんですよ ね、あの正月明けぐらいが多くて、で共通テストとかの前になると突然起きて、はい、やばいんだ本番。そうそうそう、なのでその時のやり方は、いや森哲の成功だった。実はそれは何かの自分のできるものだけをとりあえず時間決めてやる、はい、そのアドバイスに従って受かったと思ってますから僕は何にももらってないけど追い込み法でした。ちゃんと考えてやる、で、まあ、僕もね、そのいわゆるセンター試験とかもあんまできない子たちには言ってましたね。あ、こういう配点考えましょうって、だから共通テストでも配点考えない人がすごく多いんですよ。得意なものと得意じゃないものを明確にすることが僕一番、やっぱ得意な科目って絶対必要、あそうです、ね、武器になるでしょう。そうですね、だからこれは社会でも僕いいと思うんだよね、はい、まあちょっと国公立は使えないけど、私立だったら社会でも武器になるから、そういう武器になるんだったら武器になれるぐらいに用語集潰すとかっていうのは必要になってくる。じゃあ本当に最後英語と世界史がボーンって上がったので、それで浮かむちゃくちゃ上がったんで、いや本当にあれは助かったな。慶応行けるよその後東大も行けるかも最初は大変でしたね本当に。あ、みんな言われる、社会はすごいできないんですけど、模試が取れないんですけどって。でもいつも言うけど、模試ってさ範囲が決まってるから、はい、成績が上がる下がるじゃなくて、できるところが出るか、うん、できないところが出るかの問題じゃない、うん、なので最後にならないと分かんないって言ってんだけど、やっぱりみんな11月ぐらいに結果を残したいみたいなんで、うん、そうそうですね、残したいのは分かるけど、でもやっぱり本当に本番受けて初めて、やっぱ雪を言ってたの正しかったって初めてそこになるんだけど、うん、なりますよ、もう本当めちゃくちゃありましたもん。まあ僕だって壮大世界史もやったんであのクソ難しい、よくをよくめちゃめちゃ難しい、壮大は大変だよ。今でも量は多いから生徒は苦しんでるけど、でも相当その時はできないけど本番絶対できる。すごい、何ですか、幸男先生のパワー発揮みたいな、こんなことまで実は知ってるんだよみたいなのをこう出てくるね、壮大出てくるね、それ難しいけど、授業レベルが全然違う、壮大はすごい。だから世界史が得意になりたい人は壮大受けなくても壮大やるといいよね、うん、それはすごい。やっぱり早稲田ってのは問題がすごいねってやっていいかなと思うけどね。まさに本番とかで北欧して言ってた通りだって言ってた通りだっつって言ってバルとか言ってね、もっとちゃんとやっとけよ地図が出ちゃったりしてひっくり返って出ちゃったりするからねそう、だからもうね、私立はね相当俺もやり尽くしたからね、はい、だからテキスト作るのに、俺のテキストちょっと特別で、はい、全ての問題やってみんなができないものが全部入ってるんだけどさ、はいはい、なのでやり尽くしてるがためにどこで出たか忘れちゃうみたいなあれどんな大学だったみたいなこれ早稲田だっけな慶応だっけな、分かります、ストレスめちゃくちゃあります、あるよね、僕もなんとなくこれ早稲田だったかもしんないとかって
ちゃうあれこれどっちの小学部だったかなってよくあるよあるよあるよるよる問題似てたりするときはね余計分かんなくなっちゃったりするやっぱここで出たみたいなのを言うのがあれ幸男先生と西先生ぐらいでした、ね、そうなの少なかったあれって予備校講師の技だと思ったんですけどいや意外と言わないですねやべ西先生一生ありがたいポレポレですポレポレです響きが2人の授業そうだね西先生は僕は神ですからここにこれが出たここにこれが出たっていうのをバン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 言ってくるあの、それがなんか予備校講師としてはステータスだと思ってたんだけど僕もそう思ってたんですけどみんな忘れちゃってたから予備校解かないあ解かない人多いねてか解かないで忙しいんだよそうそうね多分と思うよだから病気したし俺あずっと病気してた大変でそんな感じです、はい、いやよかったんじゃないですかこれ皆さんねぜひ拝見ほんと調べなきゃ忘れないように、ね、気をつけてね、はい、見てやってくださいはい、はい、ここまで先生またねーやらびなやらびな